どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、みんなの銀行のデビットカードで携帯電話のね支払いをすると毎月 20% 還元っていうね、結構ねすごいキャンペーンがやってきますので、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、それでは早速ね、このみんなの銀行のキャンペーンにね入っていきたいなと思うんですけども、みんなの銀行って何ですかってね思ってる方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、みんなの銀行ね簡単に解説させていただくと、日本初のねデジタルバンクとして2021年の5月28日にね開業した地方銀行が設立するネット銀行っていうふうになってるんですよね。で、母体がですね福岡フィナンシャルグループということで、資金力がねかなりあるんでしょうね。私の動画でね解説も何度もさせていただいてるんですけども、このみんなの銀行っていうのはですね、口座開設をするときにですね、紹介コードっていうのをね入れると無条件で1000円がもらえるんですよね、口座開設するだけで。で、このキャンペーンがですね5月ぐらいに始まって、まあすぐね終わるんじゃないかって言われてたんですけども、結局ね全然終わんなくて9月の末ということで、もう4ヶ月5ヶ月ぐらいまあやってるんですけども、未だにねこの口座開設の時に紹介コードを入れるとね1000円がもらえるキャンペーンもですねやってるんですよね。またですね、9月の29日まで、この動画出てるのは28日なんで、もう明日で終わってしまうんですけども、紹介コードを入れて口座開設していただきますよね。そうすると、紹介した方ですね。ですので、私の紹介コードを入れたら、私の方ですね、紹介された側にはですね、これはもらえないんですけども、紹介した方にですね、プラス500円ということで、1500円がね、紹介した方にね、もらえるっていうね、キャンペーンもやってるんですよね。ですので、ご夫婦とかでね参戦していただくと、誰かの紹介コードを入れて口座開設しますよね。そうすると1000円もらえますよね。で、その方がパートナーの方に紹介すると、紹介した方ということで1500円がね紹介した方がもらえて、紹介された方がですね1000円もらえるっていう風になりますんで、合計3500円分ねもらうことができるって形になってるんですよね。で、もらったねこの金額に関してはですね、このみんなの銀行っていうのはスマートフォンでね簡単に口座開設ができて、デジタルバンクということでキャッシュカード等もないんですよね。全部スマートフォンのアプリでね完結するっていう風になっておりまして、出金はどうするのかっていうと、まあ前回の動画でね詳しくはそちらで実際の出金方法をねやっておりますので、そちら見ていただきたいなと思うんですけども、セブンイレブンのね ATM で出金することができるんですよね。で、出金手数料に関しても、このみんなの銀行っていうのはプレミアム会員っていうのがありまして、それにね登録しておけばですね1年間ですね無料で利用することができて、またねこの出金手数料っていうのも月10回までだったかな、回数制限はあるんですけども、無料でね利用することもできるって形になるんですよね。もちろん今回のこの紹介コードを入れてもらったこの残高に関してもですね、今回のね携帯電話の支払いのキャンペーンにもですね当てることができるって形になっておりますんで、ぜひねまだ口座開設されてない方はですね、今回のキャンペーンかなりすごいっていう風になりますんで、ぜひね口座開設しておいていただければなと思います。で、口座開設の仕方についてもですね、前回の動画でね実際のねやり方解説しておりますので、そちらね見ていただければなと思います。ちょっとね話が長くなってしまいましたけれども、今回のね携帯料金 20% キャッシュバックキャンペーンの詳細なんですけども、公式サイトねこんな感じになっておりまして、携帯電話の料金をみんなの銀行デビットカードで支払いしていただくと毎月 20% 還元ということで、これね毎月なんですよね。で、毎月還元されるということで、キャンペーン期間がですね10月1日から3月31日ということで半年ですよね。半年間の間 20% 還元になるんですよね。いや、これすごいですよね。携帯電話をみんなの銀行から支払いしていただくだけで 20% 還元っていう風になるわけなんで、これはねかなりおすすめっていただきになります。でですね、条件がありまして、まあこれもねそんなに難しい条件ではないんですけども、みんなの銀行の普通預金口座およびみんなの銀行デビットカードを保有している方っていう風になっておりまして、本キャンペーン対象なる通信事業者の携帯料金をみんなの銀行デビットカードでねお支払いしていただいた方っていう風になりますんで、このデビットカードっていうのはねちょっと後でね解説させていただきます。で、今回のキャンペーンはですね、毎月携帯電話の料金が 20% 還元ということで、上限5000円までっていう風になります。 20% の上限が5000円っていう風になりますんで、支払い対象金額は2万5000円までの支払い分が
この 20% 還元にね、入るっていった形になります。まあ、一月ね、2万5000円スマートフォンの料金で利用されている方っていうのは、まあ、なかなかいないと思うんですけども、一応ですね、こういった形で上限が決まっております。で、このキャンペーンはですね、一応、開催期間が10月1日から3月31日まであるんですけども、キャンペーンの公式サイトにね、予算が達成したらね、終了するっていうのがね、記載がありますんで、こちらもしかしたらですね、早期終了もあるかもしれません。でですね、対象の通信キャリアですね、NTT ドコモ、アハモ、au、ポボ、ソフトバンク、LINE も UQ モバイルっていう風になりますんで、こちらの携帯キャリアがですね、対象っていった形になります。ですので、Y モバイルであったり、楽天モバイルはね、こちら残念ながらね、対象外なんですよね。この点はね、注意してください。なんでソフトバンクと LINE もが入ってるのに、Y モバイルが対象外なのか、ちょっとわかんないんですけども、こちらはね、対象外っていう風になります。で、こちらね、20% キャッシュバックキャンペーンの積算時期に関してなんですけども、プレゼント時期ということで、公式サイトにね、全部記載がありまして、10月1日から31日の利用分は12月の上旬ということで、11月、いっぱいは1月上旬っていった形で全部2ヶ月遅れでね、付与されるっていった形になります。で、積算方法に関しては、皆さんが保有しているみんなの銀行普通預金口座、ウォレットっていう風にね、名前がついてるんですけども、こちらにね、入金されるっていった形になります。このね、ウォレットっていうのもね、後でちょっと説明させていただきます。ということで、携帯電話の料金がね、毎月 20% 還元、しかも半年間ということで、まあちょっとね、上限達成しそうな気もするんですけども、まあこちら3月までね、利用できればかなりね、お得になるっていう風になりますんで、口座開設されてない方はですね、ぜひね、キャンペーンこちらね、乗っていただきたいなと思うんですけども、先ほども言いました通りね、10月1日から始まるキャンペーンという風になりますんで、今9月末ということで、10月からですからね、こちら注意してください。で、まずですね、こちらにみんなの銀行のね、トップページを今載せてると思うんですけども、で、今ね、35円私の預金残高ね、入ってると思うんですけども、このね、1個右のページに行っていただくと、バンキングっていうね、ページに行くと思います。で、上に普通預金っていうウォレットっていう画面がありますよね。で、その下に貯蓄預金っていうのがあると思います。で、この貯蓄預金にね、入ってるお金っていうのは、ATM でね、引き出したりとかですね、デビットカードで利用するっていうことができないお金になってるんですよね。こちら注意してください。ですので一回押していただくとですね、このセービングっていうところから振り替えっていうのがねできるようになっておりまして、でこの振り替え先にですね、このウォレットっていうのをね選ぶようにしていただいて、設定するをね押していただきます。そうするとですね、金額を移動できるんですよね。まあ貯蓄預金口座から、まあ、普通預金口座に入れるみたいなね、まあそういったイメージなんですけども、こちらね、今9000入ってますんで、9000そのままね、移行したいと思いますけども、こういった感じで移行していただくとね、普通預金のね、ウォレットに9035円ということでお金が入りましたよね。まあ、こういった感じで、普通預金にお金を入れていただくと、この支払いにね、当てられるっていう風になりますんで、こちらね、注意してください。この貯蓄預金にね、全部入ってる状態で、今回このキャンペーンでね、お金入れといて、携帯電話ね、支払い設定しておきますよね。そうすると落ちませんからね。これ落ちないってなったらですね、クレシスっていうね、信用情報をね、傷つけてしまいますので、本当にこちらね、注意してください。で、これどういった時にですね、この貯蓄預金にね、お金が入るかっていう話なんですけども、紹介コードを入れていただくキャンペーンあります。先ほど冒頭に紹介していただいた紹介コードを入力していただくと1000円もらえる、1500円もらえるっていうのがありますよね。この紹介コードを入れたキャンペーンのお金っていうのは全部この貯蓄預金にね入るんですよね。ですので紹介コードを入れて口座開設すると、この1000円っていうのはだいたい翌日にね付与されるんですけども、これねそのままにしとくと使えないんですよね。ですので今みたいな感じで貯蓄預金から普通預金にねお金移すようにしてくださいね。それでは次にですね、こちらまたトップ画面のね方に戻っていただいて、下の方にですね棒がありますよね。宮殿みたい、宮殿なのかな、家のマークかな、これの上にちょっと線がありますよね。これをね下に上にスワイプ、上ですね、上にスワイプしていただくとデビットカードを使うっていう項目がありますよね。こちらをね押していただきます。そうするとですね、私のねデビットカード情報がね出てると思うんですけども、こちらはですね最初作成しなきゃいけないんですよね。で、私はもうちょっとね作成済みになっておりますので、こういった画面になるんですけども、こちらで JCB のデビットカードをね作って
ていただいて、その下にですね、カード名義人とかね、カード番号が全部出てると思うんですけども、こちらをですね、各ね、携帯電話の支払い設定でですね、クレジットカードの番号として入れていただくっていった形になります。でですね、こちら下の方にね、行っていただくと、JCB、J スキュアの設定っていうのはね、ありますよね。こちら本人確認サービスなんですけども、やられてない方はですね、こちらもね、やっといた方がいいかなというふうに思いますので、やっておきましょう。私もですね、こちらまだやっておりませんので、実際にね、やっていきたいなと思います。でですね、こちら JCB、J スキュア設定、未設定のところね、クリックしていただくと、パスワード設定してくださいって出ますので、こちらを押していきましょう。まあ、パスワードはね、適当に入れてください。はい、パスワード入れました。確定するを入れましょう。そうするとね、ATM の暗証番号を求められますので、こちらもね、入れていきましょう。これでね、JCB、J スキュアの設定ができましたということで、こちらはね、本人確認サービスっていう風になりますんで、今回のね、このキャンペーンで、携帯電話の料金ね、支払いね、当てるということで、ある程度ね、入金されるかなという風に思いますので、こちらもね、やっといた方がいいんじゃないかなと思います。それでは次に注意事項なんですけども、今回のね、携帯電話料金 20% 還元キャンペーンなんですけども、一番注意しといていただきたいのは、入金漏れなんですよね。おそらく皆さんですね、クレジットカードだったり、メインの銀行口座にね、今設定していただいて、そこから落ちて、今利用していただいていると思うんですけども、こちらを切り替えますよね。ですので、今回のこのキャンペーンは、デビットカードを利用して、このみんなの銀行から引き落としっていう風になりますんで、みんなの銀行にお金が入ってないとね、落ちないんですよね。で、落ちなかったらですね、信用情報ね、傷ついてしまうっていう風になりますんで、先ほどもね、ちょっと言ってると思うんですけども、本当にね、この入金忘れね、本当に注意してください。ですので、もしね、忘れっぽいっていう風にね、思われている方であればですね、月々のね、スマートフォン代金ね、仮に5000円だったらですね、今回のキャンペーンは半年っていう風になりますんで、半年で3万円ですよね。まあ、最初から3万円入れておくだったりですね、ちょっと多めに4万円入れておくだったりですね、まあ、そういった感じで、入金し忘れね、本当に注意していただきたいなっていう風に思うんですよね。で、このみんなの銀行のね、デビットカードっていうのは、JCB のデビットカードっていう風になりますんで、JCB のね、デビットカードの公式サイトにですね、こういった形で携帯電話ね、いつ引き落としされますかっていう目安がね、記載されておりますので、こちらもね、参考にしていただいてですね、支払い忘れですね、しないように注意ね、していただければなという風に思います。ということで、今回ですね、みんなの銀行、携帯電話料金 20% 還元キャンペーンということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、これ、すごいですよね。携帯電話っていうのはですね、まあ、できるだけ安いことに越したことはないですからね。まあ、ここを狙ってくるね、みんなの銀行のね、これもすごいな、というふうに思いました。またね、この 20% ね、還元されるのは、ポイントとかではなくてですね、現金なんですよね。これもね、また大きいポイントですよね。キャンペーン参加される方もね、現金がね返ってくるっていうのはやはり利用しやすいですよね。またね、セブンイレブンで無料で下ろすことができるっていうのは、まあ1000円単位にはねなってしまうんですけども、これもね利用しやすい点だなっていうふうに思いますよね。みんなの銀行の口座開設ね、保有されている方も保有されてない方もですね、ぜひね、今回のキャンペーンね、狙っていただきたいなというふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。